アタックされたんで。パンチ力と蹴る力がモンスターなので、怪物なので。お願いします。今日、2人で合同練習という形になったと思うんですけど、2人はどういう仲ですか？そうですね、共通 の, そのスポンサーというか、一緒に提供してもらってるリベリアスというところの同じサポート選手ということもあって、そこで、なんていうんですかね、それまで全然会ったこともなかったんですけど、そこで、お会いしてご挨拶させていただいてっていう感じですかね。石木さんは、のりさんと知ってましたもんね。知ってましたけど、そう、スポンサーが一緒になってから交流があるようになりました。今日は揃えてないです、これは。たまたまなんです、本当に。そうなんです。1月の試合から自分が特に進化した部分であったり、こう強化してきた部分ってどうですか？そうですね、1月の試合よりかはずっとなんですけど、打撃の強化と組もそうですけど、一番はやっぱ行く勇気っていうのをずっとやってるんで、そこが次の試合では出たら自分的には成長かなと思います。打撃、はい、ドリー選手、はい、キャーズ選手の打撃はどんな感じですか？アタックされたんで、そういう展開になるんじゃないかなと思ってますね。今回ドリー選手とスパークがありましたけど、この技をこう試合に取り入れたりとか、なんかご自身の技術に吸収したいものってありますか？やっぱパンチ力と蹴る力がモンスターなので、怪物なので、それを吸収して、ちょっと試したいと思います。パンチはしたいんで、自分も。それ吸収したいと思います。